はい、皆さんこんにちは。劇団おじいです。さあ今日はね、いよいよラジコンを持ってきました。で、これね、パナソニックの V360MS。オートでね、今撮影始めたら、もうオートで白飛びになっちゃうんだよね。日差しが強いので、まあ、ちょっと安いカメラだとしっかり撮れないので、今手動で、劇団おじいは映ってないでしょ。今手動で露出調整をしています。道路が映るようにね、調整しました。でね、今回ちょっとミステイクがあって、三脚を忘れたのと、予備バッテリーを忘れました。なので、平坦なところを走って、次はね、デコボコ道、海のところで走ろうかなと思ったんだけど、ちょっとバッテリーがね、ないと思います。こんなわけで、今回は、初走行、お試し走行がね、ちょっとこの平坦なところ、そこちょっとこう、かまぼこになってるんだけど、どれぐらい走るのかはね、ちょっとお見せしたいと思います。もしトリム調整とかはいいかな、まあ、とりあえずどれぐらいで走るのかちょっと確認してみたいと思います。速度調整はどこだっけな、どこだろう。ちょっと速度調整マニュアル忘れちゃったんだよね。あ、ちょっと待って、早い、うわちょっと待って、早いじゃんこれ、本格的に早いじゃんこれ。うわちょめっちゃ速いじゃんこれ。うわあ、すげえコントロールしやすいけど、ちょっと待って、今トリム調整してると、うわこれめっちゃ速い、うわすごいな。ちょっと待って、トリム調整しないとね、ちょっと曲がってるかな、ね、うわ こんなに速いの。ちょっとおじい舐めてたよ。いや、あなた本格的に速い人だったのね。あ、ちょっと車来ちゃったね。これね、左側に行っちゃうから、ちょっと右側に調整しないとね。トリム調整が。で、左側に、ここちょっとかまぼこになってるんだけど、ステアリングトリムはこれかな？こっちか。これを右側の方に行くと、あ、こんなもんかな、もうちょいかな、あ、こんなもんだね。よし、うわーすげえな、いや、操作しやすいなこれ。うわ、このドリフトの感じ、うわたまんね。いや、思い通りにコントロールできるよ。うわ楽しい、これならぶつけなくていいや。いや、これ、速いね。うわすげえ走りやすい。これ、すごいな。いや、映ってる、これ。すげえ。うわ思ったより全然速いよ。これ、スピード調整、どこだっかな、なんか、10段階ぐらいできたはずなんだよね、これね。ST。これなんだろう、これなんだろうな、これを一番左にやると、これはまあ、ステアリングの感度だ、全然曲がんなくなった。あ、これじゃあもうちょっと感度良くすれば、もっと急に、で待って、もうちょっと感度強くするか、ちょっとキュッて回るんだからもっと、あんま強すぎてもね。おお、このね、アクセルワークっていうのかな、すごい使いやすい。すごいでしょ、スッて止まれるし、いや、これタイヤもいいね、楽しいね。グーってきて、ちょっと緩めると、グワッてこう、クイッてこう食いつくんで、これ面白いな。それより、スピード調整どこだから、マニュアル持ってこればよかった。これなんだろう、これ左にすると。あ、ゆっくりになった。これが一番スローモーションだ。見える？これが一番スピードが緩いんだ。ほら。これが一番スピードが緩い。じゃあ、この真ん中を、じゃあ一番右にすると、うわまた速くなった、真ん中だったのさっきの。うわこんな
早く走るの。うわうわ、いやこれいいな、このグリップ感だね、最高だねこれ。うわ楽しい。う伝わるかなこれ動画で。うひょー、いやこれ楽しいわ。こんな走らしいラジコン初めてだ。いや思い通りだ。こう8ラジコン走ってみようか。入って言いながら走りすぎたね。あ、そうか、今クイックに回るようにしたからね。でもぶつかんないでしょ。ちょっとどうしてもビビってね、アクセル離しすぎちゃうんだよ。スピード速いからね、うん、パッと思ったら離せばね、今みたいに止まるからね。いや、すげえ楽しい。これ売れるでしょ、絶対に。めっちゃめちゃ。うおー、すげえな。この走り方、切り替え、いきなりバックして、すごいよ。あの、止まり方がね、クイックで止まるんだから。いやこれ、上手い人はもっと、緩く曲がれば、かっこいいドリフト決まるんだからね。ちょっとスピード落としてもらうのね。危ない。よいしょ。いや、面白い。いや、こんなに走りやすいのか。このさ、流れ方がすごいいいよね。さって止まるしね。だからこれ今ビビって離しちゃってるんだけど、もうちょっとこうすると残すことができればな。これ砂利道だったらすごいドリフトなんだろうね。いや、このままとか終わんねえな。ちょっと砂利道行きたい。砂利道よだれでしょ、よだれ。うわー、これ予備バッテリー忘れちゃったのかな。これ伝わる。いや、これどうしよう、どうしよう。ちょっとね、場所探してみるよ。めっちゃ面白いや、これ。いや、いい、風つ。プロポオンしてと。ね。よいしょ、これ邪魔かな。よいしょ。はい。この、よいしょ。このアクロで走るかな。大丈夫かな。いいよ。うわ、来た来た来た。うわ。ちょすげえな、うわちょ、すっごいな、おい。いや、ガンガン走るだよ、うわ。いや、映ってかな、ちゃんと。うわ、すごい走るで。どこの範囲まで映ってるかな。映ってないね、大体ね。もうちょっとカメラ高い位置にしないと映んでたね、もしかして。これ楽しいね、やっぱね。オフロードいいな。おーおーおー、バックは、あ、バックもいい感じだね、うん、バックもパワーあるのは嬉しいね。映ってる、ちゃんと。うおー、あ、ひっくり返った。さすがにひっくり返ったね。
もうちょっと高い位置でこの辺からおいしょ下目向けて撮影しよう。この辺だったらどこまで映る？あ、あれが邪魔であれか、あんま映んねえか。もうそろそろバッテリーが弱くなってきたな。よし、ちょっとスピードが落ちてきた。バッテリー終わった。あ、ここまで戻ってこれた、よかった。バッテリーが終わりました。よし、いやー楽しかった。よいしょっと。はい、それではね、バッテリーが終わったので、今日はこの辺で終わりたいと思います。いや、なんで予備バッテリー忘れたんだろう。すっげー楽しいね。はい、じゃあお家戻りたいと思います。